よーし、授業始めるぞ。授業始めるぞ、お前ら。座れ。おい、もうチャイム鳴ってんだよ。座れ。座れ。おい、座れ、座れ、座れ。斉藤先生来た、斉藤先生来た。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。はい、ってことで本日はね、銃の試し撃ちするけど、みんなそれぞれ一丁持ってきてるよね。やべ、忘れた。忘れた。やばい、忘れた、忘れた。おい、高橋、銃は？忘れました。ごめんなさい。本当にごめんなさい。忘れました。絶対持ってくると思ったんですけど、忘れました。ごめんなさい。なあ、お前なんで忘れてんだよ。なあ。先生、ごめんなさい。お前忘れたのか？先生持ってこい言ったよな。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。いい加減にしろ、本当に。本当にすいません。何回目だ、本当にお前は。いつも忘れて。ふざけんなよ、本当に。はい、みんなもこういう風にならないように頑張りましょう。田中大丈夫？なあ、お前もうるせえんだよ。ほんとうるせえやつはもうちょっと撃つからな、先生も。切れると怖い、先生。ああ、授業始まった。はい、ってことでね、今日はね、まあ、みんなさ、こう、銃の説明毎回してきてるけどもね、はい、田中、ほら、ここライトなんだった、この名前何？はい、名前教えてください。あれ、それなんだっけ？ほら、お前覚えてないじゃん、お前。な？覚えてねえな、やべえな、覚えてねえ。お名前、名前、ほら、早く。いやー、ちょっと。思い出せないっすね。ごめんなさい先生、ごめんなさい、もう思い出せないわ。なんでお前覚えてないじゃないか、お前。てか髪切った、お前。髪ですか？髪、あー、はい、昨日切りました。はい、お前髪切ったよな。うん、だよな。髪短くさっぱりしてるな。いいな、かっこいいな、お前。ほら、でかっこいいぞ、今田中みんなかっこいいね。ほら、女子、田中かっこいい。かっこいいです、やめてください、ちょっと。田中かっこいいぞ、今狙えるんじゃないの、これ、ほんとに。いじってくる先生。はい、ということで授業始めます。始めますよ。来たー、川端先生。めっちゃ癖強いんだよな、この先生、マジで。ってことでね、本日はここの部分、この部分みんな覚えてきたよね。いや、もう喋り方の癖がすごい。バイポッドって言うよね。そう、そしたらこのバイポッドの中の構造が、このペンの持ち方の癖がすごい。P138 ページ開いてください。 P の言い方の癖がすごい。みんな教科書の P138 ページ開いて。発音ほとんどしてないやんけ。みんな見てる？ P138 ページの画像みんな見てるかな？全体的に癖がすごい。癖が強い先生。次授業なんだっけ？次生物か？生物か？あの先生か？めっちゃ年寄りの先生か？よし。さあ、今日は生物の授業を始めるよ。来た。この人全然周り見ないから、全然お菓子とかみんな出してても全然食える。スマホもいじっていいよ、全然大丈夫、バレないから。さあ、今日は生物の授業だけれども、こういうものを使って何を取ろうかな。多分ワニ、ワニ、ワニです。ワニ？これでワニ取れるかな？取れないな、これじゃあ。ワニあれ倒せるよね、あんな銃でワニ絶対倒せるでしょ。てか先生ってさ、何歳ですか？先生の年？先生はね、何歳だと思う？82。 82？ 82？ 82で現役の先生、しかも生物の。すげえな、90歳ぐらいまでやんじゃないの、この人。